焼きそばを買いに行きますよ。皆さんこんにちは、あおいです。今日はですね、東京に来て初めてのお祭りに行きたいと思います。前回紹介した浴衣でもできるヘアアレンジ、今回は浴衣じゃないんですけど、そのお祭りに行くということで、このヘアアレンジのまま行きたいと思います。それでは出発進行、イエーイ。できたてです。いただきます。うん。なんか焼きそばとかってさ、バーベキューとかこういうお祭りで食べるやつが一番美味しくない？映像越しに食べた気分を味わってください。皆さんもぜひたくさんしてください。私も、ね、全国回りたいなと思っております。無理だけど東京の夏祭り出没するかもしれません。なんかいいお祭りが8月まだあると思いますので、ぜひ教えてください。ヘアアレンジも涼しかったですよ。日が当たらなくて、ぜひ前の動画を参考にして